なおチャンネルスタート。壊しましょうって書いてあるんですけど、あれがサムネ詐欺です。皆さん本当に心配させすみません。今ね、いるのがですね、こちらリーストルームにいます。そうなんですよ、リーストルームはですね、あの物をね、何でも壊せるっていうね、あの施設なんですよ。施設で合ってるかな。僕ね、運動神経抜群系 YouTuber、 逃走中系 YouTuber としてやってるんですけど、なので今回の企画はですね、時間内にどれだけぶっ壊せるか、イエーイ、そして暴れられるか、イエーイ、これをやってみたいと思います。そういうバス向け YouTuber でもね、これを物を壊す際にね、やっぱりスタミナとかね、どんどん上がるじゃないですか。あとは、ね、これぐらい見てください。これマネキンマネキンで合ってるかな。これ蹴ったりね、殴ったりする際にね、かなりスタミナ持ってかれるわけなんですよ。これをね、やっぱね、運動系でやってるのはありじゃないかなって思ったわけです。でもサムネ詐欺はね、本当にすいません、驚かせちゃったたちでしょう。あ、すごい感じちゃいましたね。驚かしちゃったよね、さすがに。大丈夫だから、何もやらかしてませんよ。何にもなかったですよ。ここね、すごいね、制限時間が13分ぐらいしかないということで、ちょうどね、僕とね、カメラマンさんもねやりますので、では今から早速ヘルメット何やら着替えて、つけるんだつけて、物をぶち壊していきたいと思います。ではそれでは行きましょう、レッツゴー。では早速行ってみましょうか。あれもですね、ここにコップがあったり、あとね、これもね、あったりするんですよ。なんだこれ、機械だ。なんだこれ、AED か、AED ですね、これ。はい。あとタイヤ、はい。ってあるんでね、じゃあね、早速ね、打ち壊しに行きましょうか。俺、ここしか使わないです。後ほどカメラマンさんがね、やるときで。行きましょうか。これ割れないんですか？これ無傷。これどうします？これどうしましょうね。これどうします？無傷ですけど。もちろん破壊しますよ。おーい、カメラマンにも被害を呼ぶんじゃないか。お、
からちょっといや、これ空振りはちょっとダメですよ。じゃあ行きましょう。AD、 AD なんすね、これ重いんですよ、これ AD 本来ね、こういう使い方しませんからね。ちゃんと AD 使ってください、皆さん。おーい、これは重い。おい、痛い。あ、さて、タケル選手、さて、これで那須川天心に勝てるか。おっと、那須川天心どうした。お、那須川天心やられまくってる。さて、おい、おい、オーケー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 、おい、おい、さて、さて、テンカウント。さて、今のお気持ちは、那須川天心勝った気持ちは最高っす。あれ、北島康介さん。あ、じゃあな、あれ、それ超気持ちいいか。間違えたわ。これブラボー、ブラボー。お、長友ブラボー。いや、これ練習しまくったら、剣はマジで勝てます。おい、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 ぶっ倒しましたね。では最後に一言お願いします。最高でした。普段は、ね、感じられない破壊衝動で、ね、よく消化できる場所だったんじゃないですか。これからも毎日いろんなものをぶっ壊していきましょう。はい、ということでね、こんな感じで、ね、ぶっ壊したんですけど。これ面白いね。これはね、プライベートで来るときむっちゃくちゃいい。ただデートで来るときはあんまりおすすめしません。デートで来るときはちゃんとディズニーランドとか、観覧車、遊園地、もうそういうね、なんでしょう、デートスポットにちゃんと行ってください。ここでデートしたら間違いなく振られます。こういう感じで、ね、いろんなものがね、壊せるので、皆さんぜひ、壊すのが好きだとか、っていうのはね、ぜひここね、おすすめします。みんなで一緒に物をぶち壊そう。本当はダメだけどね。日常生活に置いてるやつもあるのよ。そこはね、やっぱちゃんと日常生活で使ってください。日常生活で使えるものを家でぶっ壊しても、本当に意味ないかな。そしてね、僕はですね、12月31日までね、チャンネル登録者数1万人目指します。もしよかったらですね、チャンネル登録、高評価、高評価、皆さんよろしくお願いします。あとですね、拡散もよろしくお願いします。拡散はですね、僕の動画で意味なかったら、その部分も切り抜いてですね、何も変えません。ハッシュタグひらがなでなおチャンネルか、ハッシュタグなおチャンネルで書いていただいて投稿してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。サムネ詐欺はごめんね。ということで今回はですね、リーフルームで物をぶち壊しに行こうという企画でした。最後までご覧いただきありがとうございます。以上、なおチャンネルのなおでした。またいつかお会いしましょう。 See you。 さあ、最後はこんな感じで物をぶち壊せるんや。これがリアルやで。すごいいいタイミングで終わった。皆さんご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、 SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。 See you。